モザイク。モザイク、英語、モザイク、フランス語、モーザクは、小片を寄せ合わせ埋め込んで、絵、図像や模様を表す装飾美術の手法。石、陶磁器、タイル、夕食無色のガラス、貝殻、木などが使用され、建築物の床や壁面、あるいは工芸品の装飾のために施される。この装飾方法は、古くから世界的に見られ、宗教画や、 木化学模様など様々なものが描かれており、歴史上、カテドラルの内部空間やモスクの外壁などの装飾手法として特に有名である。モザイクという手法は室内装飾のために古代の世界各地で使用されていた。シュメールで都市文明が開花したウルクキには、コーンモザイクと呼ばれる円錐形の釘状の彩色土器や石、釘の頭の部分を彩色しているを使って、 神殿などの建築物が装飾されていた。ウルから出土した紀元前2600年から紀元前2400年頃に遡るとされるウルのスタンダードは持ち運びできるサイズの箱状の木材の各面に貝殻や赤い石灰岩、青いラピスラズリを埋め込んだモザイクで軍隊の行進や共演の場面が描かれている。マケドニア王国の宮殿のあったギリシアのアイギナ島では 紀元前4世紀のモザイク画が発見されており、ヘレニズム様式のビラ、別荘の床を飾っていたものと思われる。モザイクで飾られた床は古代ローマの時代のものが有名で、グレートブリテン島からシリア地方のドゥライウロポス、北アフリカ一帯に至るまで広い範囲で発掘されており、豪華なモザイク床は贅沢なローマ時代のビラを特徴づけている。ローマ市では、 皇帝ネロが建築家たちに命じ、モザイクを使って黄金グエドムスはウレア、西暦64年着工の壁や床を覆わせた。4世紀末にキリスト教徒が建築したバシリカ、教会堂では、床や壁のモザイク装飾はそのままキリスト教の目的のために流用された。キリスト教のモザイク装飾の最も偉大なものは、東ローマ帝国の時代に花開き、 首都コンスタンティノポリスをはじめ、イタリア支配の拠点ラベンナやシチリア島の領土でも、モザイクが大聖堂を飾りた、ビサンティン美術を参照。特にラベンナは、モザイクの首都とも呼ばれるほど多くの遺産が残り、モザイクの研究や教育も盛んである。サンタポリナーレ・ヌオボ聖堂、サンビターレ聖堂、ガンラ・プラキリア平等など世界遺産にも登録された建築群が公開され、 観光名所になっている。シチリアのビラ・ロマーナ・デル・カサーレでも多数のモザイク画が発掘されており、世界遺産となっている。モザイクは、聖教会の伝統を受け継ぐ国、例えば、ロシアなどでも、教会や宮殿を飾るのに用いられた。東ローマ帝国のライバル、ベネツィアでも、サンマルコ大聖堂の内外装をモザイクが覆っていい。西ヨーロッパでは、労力のかかる、 フレスコ画の技術が、労働集約的なモザイク技術に変わり、建物の壁面装飾の分野で主流になった。イスラム建築では、モザイク技法は、複雑な幾何学模様、アラベスクを作るために使われる。中国から伝わった、釉薬で彩ったタイルを用いた手法はモロッコなど、北アフリカでは、ゼッリージュ、ジライ、イランなど中東では、カーシャーニ、ゴシャニー、または、 カーシーと呼ばれる。その最良の例の一つが、イスラム教の支配下にあったイベリア半島にあり、アルハンブラ宮殿などに見ることができる。近代においても多くの建築物がモザイクで飾られているが、異色のものはアントニガウディとその弟子、ホセ・マリア・ジュロールが手がけたバルセロナのグエル公園であり、動物のオブジェや波打つベンチが色鮮やかなタイルによるモザイクで覆われている。 平面を覆うときに様々な形をしたタイルをどのように並べるのが一番良い方法かという問題は複雑な数学の問題になっている。平面重点またはタイル張りと言われるものである。数学者ロジャー・ペンローズはこの問題に取り組みペンローズタイルという平面重点型を考案した。画家のマウリッツ・エッシャーはアルハンブラ宮殿で見たムスリムのモザイク画に影響を受け モザイク模様の研究や平面重点の研究をはじめ、これを利用した作品を数多く制作した。モザイクの主な技法は3つある。直接技法、ダイレクトメソッド、間接技法、インダイレクトメソッド、二重関節技法、ダブルインダイレクトメソッドである。モザイク構成の技法のうち、直接技法は、テッセラ、テッセラ、モザイクを構成する。 小さな格片で、古代には小石、ギリシャ、ローマ時代には大理石など、後にガラスや塔などで作られているを一個ずつ、モザイクで覆う面に直接接着剤などで貼り付けていくものである。この方法は、壺や花瓶など三次元の立体的な表面に向いて、直接技法は壁画などの絵画的表現に大変向いている。その他の優れた点は、 モザイクが出来上がるプロセスを管理しながら作品を完成できることにある。特にズマルトや他のガラス素材の大画面で重要な視点の位置や視点の移動に伴う画面を構成するテッセラの位置や角度そして色彩を自由にコントロールできることにある。また持ち運びできるような小さな作品作りに向いている。しかし欠点は 作業をする壁面の前で直接作業しなければならないことで長期間にわたる作業には不向きなことである。それゆえ大規模な作業には向いていない。また大きくなればなるほど完成したモザイクの平らさをコントロールすることが困難になる。これは特にテーブルや床などのモザイクの製作では極めて重要になる。現代の直接技法は二重直接技法。 ダブルダイレクトとも呼ばれるもので、ガラス繊維でできたメッシュにモザイクを直接貼っていく技法である。モザイクは三次元の表面上で望む向きに合わせて徐々に作られ、最後にメッシュごとモザイクで飾る予定の面に移す。大きな作業もこの方法で行い、モザイクを貼ったメッシュは運送のために一旦細かく切られ、現地での設置の際に再び組み合わされる。 この方法だと、職人はモザイクを貼る現地でなく、快適なスタジオやアトリエで作業ができる。間接技法は、模様を何度も反復するような大規模なプロジェクトの際に用いられる。テッセラーは裏が粘着性の紙に上下逆さまに置かれ、最後に、これを壁、床、工芸品などの表面に移す。この技法は単純な模様や、幾何学的な模様を、 一様な色のモザイク製作や巨大な製作の際に効果を発揮する。モザイクでできたテーブルの天板は通常この技法で作られ表面を滑らかに平らに仕上げることができる。二重関節技法は完成時の姿を製作途中に確認しながら作業を進めたい時によく用いられる。テッセラはメディウム、粘着性の紙か粘着質のプラスチックなど の上に表面を表にして貼られ、このため設置時の見え方を確認できる。モザイクが完成すれば、同じメディウムをその上から被せる。モザイクは表裏反転され、最初の下敷きにしたメディウムは剥がされて、あとは関節技法と同じように現地に設置される。関節技法と二重関節技法は、両方とも部分ごとに作ることができ、非常に巨大な壁画などを、 現地以外の比較的小さなスタジオで制作でき、さらに細かく分けた部分を現地に運ぶ際に、巨大なトラツは必要としない利点がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。